なんであんたまで招待されているのよ。今すぐ辞退しなさいよ。え？あんたまだあゆみちゃんの周りをうろうろしてるのね。あゆみちゃんは優しいからあんたみたいなやつと仲良くやっているの。それを利用していつまでも友達ずらしてうろうろして、いい加減にあゆみちゃんから離れなさいよ。ちょっと待って、いきなり何なの？ふみかって確か中学の同級生の？ええ、そうよ。そしてあゆみちゃんとは小学校からずっと一緒。あんたよりもあゆみちゃんとの付き合いは長いんだからね。あゆみちゃんの親友はこの私だけなんだから。相変わらずだね。ふみかのあゆみちゃんラブっぷりは当然でしょ。あゆみちゃんは家柄も良くて可愛くて成績優秀なの。私の自慢の友達なんだから。ふみかはずっとあゆみちゃんのそばにいたよね。あゆみちゃんが他の子と仲良くしてるとしょっちゅう相手の子を睨んで帰らせてたっけ。あんただけはその私の睨みは聞かなかったけどね。だってあゆみちゃんから話しかけてくれるんだもの。好きな小説が一緒でお互いに話し合いたかったし。あんなのあんたがネクラの地味女だからかばってあげただけよ。あゆみちゃんは一人ぼっちな人を見ると放っておけないからね。なのにそんなあんたとまだ付き合いがあったとは。しかも結婚式にまで招待されるなんて、あんたはあゆみちゃんの結婚式にふさわしくないわ。だから今すぐ辞退しなさい。そんなの嫌だよ。私だって友達としてあゆみちゃんの結婚式をお祝いしたいもの。あんたみたいな底辺からのお祝いなんて必要ないわ。むしろ迷惑になるだけだから辞退しなさい。何ですって？聞いたわよ。あんたまだいい歳して独身なんだってね。まあリナは地味顔ブスだし結婚できないのも当然か。ああ、あんたみたいなブスが結婚式にいると新婦のあゆみちゃんが恥をかくのよ。だからあんたは結婚式を辞退しなさい。それが嫌ならそうね、式当日までに結婚してきなさい。全然意味がわからないよ。友達の結婚式を辞退なんてしたくないし、それが嫌なら結婚ってなんでそうなるのよ。わかりなさいよ、このネクラブスが。ブスの上に未だに独身の女友達がいるなんて、そんなのあゆみちゃんが恥をかくじゃないの。はぁ？あんた、あゆみちゃんの結婚相手がどんな人か知ってるの？とある会社の社長息子と結婚するのよ。ってことはお金持ち一家や、その親族が式にはたくさんやってくるの。そんな式場にネクラブスのあんたがいてみなさい。あゆみちゃんの評判がガタ落ちじゃない。いや、そうはならないでしょ。そうなるのよ。ブスはいるだけであゆみちゃんの迷惑になるの。しかもネクラブスの上に独身なんて言い訳もできないほど迷惑だわ。そんなに独身って罪なのかな。いい歳して独身の女なんて大罪よ。だから独身ブスよりは既婚者のブスの方がまだマシだわ。どうしても式に参加したいなら結婚してきなさい。ダメだ、全然理解できないわ。私はあゆみちゃんの親友として受付も任されるくらいなの。結婚して挙式の経験があるからって相談されたりするし、私はすごく頼りにされているの。だからこそ私はあゆみちゃんの結婚式を成功させてあげたいの。あゆみちゃんの評判を落とすような子は来てほしくないの。とりあえずふみかは力を入れてることは分かったよ。でも式までに結婚なんてそんなことしないからね。なら欠席ね。独身のネクラブスは絶対に来るんじゃないわよ。私に感謝しなさいよ、リナ。わざわざ式場から帰宅するきっかけを作ってあげたんだから。はあ？私に感謝しながらとっとと帰りなさい。その真っ赤に汚れたドレスを抱えながらね。感謝ってバカじゃないの？頭からワインをかけてくれてありがとう、とても言うたでも。あの時のあんたの顔は大傑作だったわ。なんでこんなことをしたのよ。ふみかのせいで大事な親友の結婚式に出れないじゃない。あんたごときがあゆみちゃんを親友扱いしてんじゃないわよ。あゆみちゃんの親友はこの私だけ。あんただってただ付き合いが続いてるから情けで招待しただけなのよ。はぁ？それをあんたは調子に乗ってのこのこと参加しやがって。しかもあれだけ言ったのに結婚すらしてこない。独身のネクラブスはこの結婚式に参加する資格がないのよ。
ふみかがゆみちゃん大好きなのは知ってるよ。でもさすがにこれはやりすぎ。何の権限があって招待客を追い返してるのよ。親友の権限よ。新婦の親友として結婚式にふさわしくない独身ブスを追い返しているのよ。ふみか、もういい加減にして。ブスは辞退しろ、それが嫌なら結婚しろ。わけわかんないこと言い出したと思ったら、まさか結婚式当日に頭からワインをかけてくるなんて、あんたは異常よ。自分がなんてことをしたかわかってるの？どこが異常なのよ。私はあゆみちゃんのためにやってるだけなんだから。これのどこがあゆみちゃんのためよ。招待客にこんなことして彼女が喜ぶと思ってるの？喜ぶに決まっているでしょ。あゆみちゃんは情けであんたを招待しただけ。内心は独身ブスになんて来てほしくないに決まっているわ。はぁ？新婦からは言いにくいだろうから、親友の私が言ってやらないと。結婚式にふさわしくないブスは帰れよ。帰るけど後悔するよ。しねえわ。そう、じゃあ遠慮なく帰るわ。私の分まであゆみちゃんのことを祝ってちょうだい。リナ、大丈夫？転んでドレスを汚したって聞いたわ。でも大丈夫だから安心してね。替えのドレスを式場が貸してくれるって。手配してくれてありがとう。でも大丈夫、私このまま帰ることにするからさ。え、帰っちゃうの？ふみかにも言われたの。迷惑だから帰った方がいいってね。迷惑なんかじゃないよ。替えのドレスのことは気にしないで。気合終わったら途中からでもいいから出席しなよ。大丈夫大丈夫。それよりも結婚式楽しんで。そろそろ開始時間でしょ。でもリナは大事な出席者なのに。いいのいいの、私は後日ゆっくり結婚式の動画を見させてもらうからさ。それじゃ新郎によろしくね。ちょっとリナ、どういうことよ。なんでこんな大事なことを黙っていたのよ。ちゃんと私に説明しなさいよ。ああ、もう結婚式終わった感じ。いいから私の質問に答えなさいよ。あんたが新郎の妹さんだったなんて、これってどういうこと？私そんなの聞いてないわよ。だって教える気なんてなかったもの。はぁ？ああ、ついにバレちゃったか。バレちゃったってことは、本当なの？新郎の家族席が空いていてね、聞き耳を立ててみたら、妹さんがワインをかぶって欠席したって、これってつまりあんたのことよね。そうだね、私だね。そんな、あゆみちゃんは社長息子と結婚するのよ。その妹がそんな、あんただなんて。あら、どうしてそんなに慌てているの？たとえ私が新郎の妹だろうと関係ないでしょ。だって私はネクラブスで、しかもいい歳して独身で、たとえ新郎の妹だとしても私がいたら新婦が恥をかくんだものね。あ、いや、だからわざわざワインをかけて追い出してくれたんだよね。たとえ私が新郎の妹でも、私は結婚式にふさわしくないんだものね。ああ、どうしようどうしよう。私何も知らなかったの。本当に何も知らなかったの。だってそんな、あんたが新郎の妹だなんて思うわけないじゃない。普通に友達枠として呼ばれたと思ってたんだもん。落ち着きなさいよ、ふみか。知らなかったものはしょうがないよ。だから同じことを私の両親の前でも言ってくれる？新郎の妹だと知らなかったからワインをかけてしまったんですって。妹が着てたドレスが100万もするって知らなかったんですって。え？ドレスが100万円？いやー、帰ってから親に怒られたよね。大事な結婚式の日に転んでワインでドレスを汚すなんて何事だって。実は私が着ていたあのドレス、その業者であるおばあちゃんから譲り受けた大事なドレスなの。え？それなりに価値のあるドレスでざっと100万ぐらいするみたい。だからクリーニング代だけでも数十万はするかな。嘘でしょ、そんなにするの？そうなのよ。だからすぐに帰って洗ってみたけど、まだシミもついてるし、やっぱり数十万コストね。え？ねえ、もちろんクリーニング代は払ってくれるよね。ふみかが私にワインをかけたんだもの。もちろんその責任を取ってくれるよね。私のこともドレスの価値も知らなかったとはいえ、私に頭からワインをかけた張本人はふみかなんだからさ。あ、いや、
両親もかなり怒ってるし、二人の説明もよろしくね。そんな、無理を言えるわけないでしょ。それに数十万のクリーニング代なんて出せるわけないじゃない。いやいや、ここはしっかり出してもらわないと。こっちはふみかの希望通りに式を欠席したんだからさ。その上、クリーニング代も払いませんってのはさすがにひどいよ。うるさい。大体ね、ワインをかけたのは私だけど、あんたも悪いんだからね。はぁ？元といえば、転んだあんたが悪いのよ。私はたまたま近くにいただけ。転んだあんたにびっくりしてグラスを落としたの。そしてそれがたまたまあんたの頭の上だっただけ。ワインをかぶったのは自業自得よ。わざと転ばせてたくせにそんなこと言うんだ。私の足を引っ掛けたくせに。そんな証拠はどこにもないでしょ。私があんたにわざとワインをかけた証拠なんて、親友の妹だからって調子に乗ってんじゃないわよ。じゃあ証拠さえあればいいんだね。それならすぐに用意できるから安心しなよ。え？一応私の兄は社長息子だからね。そしてそんな息子の結婚式は参列者もそれなりに豪華なの。もちろんお依頼さんもいるし、セキュリティはバッチリなんだよね。だから式場のあちこちに防犯カメラをつけてあるの。防犯カメラ？スタッフさんに確認したけど、バッチリあんたが足を引っ掛けたところ映ってたよ。そしてそこから華麗に私の頭の上にグラスを放り投げたところまで、全部バッチリ映っていたわ。嘘でしょ？本当です。てなわけで、クリーニング代は払ってくれるよね。こっちには動かぬ証拠があるんだからさ。払う、払うは払います。てか払わせていただきます。だからお願い、このことはエミちゃんには何も言わないで。何もって？具体的に何を秘密にしてほしいのかな？そんなの決まってるでしょ。私があんたに足を引っ掛けたことよ。あとは追い返そうとしたりブスとか言ってたこととかも、とにかく私に会える全部エミちゃんには黙ってて。ひどいよ、フミカ。私の大事な友達にそんなことを言ってたんだね。フミカにはがっかりだよ。え？せっかく今日は人生一度きりの大事な結婚式当日だったのに、でもフミカのせいで全部台無しだよ。私の大事な友達にそんなことをしていたんだね。ちょっと待って、もしかして、あゆみちゃん？あゆみちゃんなの？なんであゆみちゃんがリナの LINE に？今ちょうど一緒にいるところだったの。私の親戚にクリーニング店を経営してる人がいてね、ドレスのシミをなんとかできないか式終わりに連れてきたのよ。え？親戚の方は技術もしっかりとある人気店でね、とても高価なドレスで対応も難しいのに快く引き受けてくれたの。でもそっか、そのシミを作った張本人はフミカだったんだね。違うのよ、張本人っていうか、たまたま私のグラスをかぶっただけなの。悪気なんて一切なかったのよ。悪気もないのに足を引っ掛けるの？それっておかしいと思わない？いや、リナとの LINE のやりとりも見せてもらったよ。地味がうぶすとか、独身はありえないとか。何よこれ。私こんなことしてってフミカに一度でも頼んだ？こんな最低なこと頼んですらいないよね。そうだけど、その方が、あゆみちゃんも喜ぶかと思って、私のために全部やったって言うわけ？私がそんなことをされて喜ぶ人間だとでも？ふみかとは小学校からの仲だけど、がっかりだよ。私のことをそんなつまらない人間だと思っていたんだね。違うわ、そんなこと思ってない。あゆみちゃんは私の自慢の親友よ。ごめんなさい、あゆみちゃん。勝手にこんなことしてごめんなさい。ふみか、もう私のことを親友だなんて言うのはやめて。これっきり私には連絡してこないでくれる？え？絶好だよこんなの。リナは私の大事な友達の一人なの。そして大好きな夫の妹さんでもあるの。そんな人にフミカはひどいことをしたんだよ。もうフミカとは友達でなんていられないよ。その待ってよ、絶好って嘘でしょ。私たち小学校からの付き合いじゃない。そんな付き合いの長い友達をこんなあさり切るっていうの？うん、切るよ。だってフミカはそれだけのことをしたんだから。え？昔から私のそばにいてくれたよね。ちょっと執着しすぎてるところもあったけど、でもフミカも大事な友達の一人なの。だからずっと仲良くしてきたけど、こんなことがあったらもう無理だよ。そんな、それじゃあ私にはもう二度と関わらないで。お願いリナ、クリーニング代でも何でも払うから。だからお願い、あゆみちゃんとの仲を取り持って。あれから一切私の電話に出てくれないの。 LINE しても既読すらつかないの。
あゆみちゃんっていつも優しいけど怒ったら怖いよね。中学時代、自分のミスを生徒になすりつけた先生に謝らせたりとかさ。このまま一生絶好なんて嫌だよ。あゆみちゃんは私の自慢の友達なの。あゆみちゃんの親友でいることが私の自慢でもあったの。なのに、そんな絶好だなんて。落ち込んでるところ悪いけど、クリーニング代の請求してもいいかな。ようやく請求書が届いたんだよね。もちろん払うわ。きちんと支払って、それでもう一度あゆみちゃんに謝るの。20万、30万、いくらでも現金一括で払うから請求書送ってちょうだい。太っ腹で助かるよ。じゃあクリーニング代150万よろしくね。150万、ちょっと待ってよ、クリーニング代は数十万のはずよね。確かにそう言っていたじゃないの。あの時はてっきりドレスだけだと思ったのよ。でも後で他にもワインのシミがついてることが分かってね。え？私が履いていた靴と持っていたカバン、そして式場の床にもワインのシミがついていたみたいなの。待ってよ、まさかそのクリーニング費用も込みってわけ？そういうこと。靴もカバンも生地の関係でかなり大変みたいでね。それに式場側も故意につけた汚れは弁償していただくって。そんな嘘でしょ。さすがに150万なんてそんな大金無理よ。むしろ全部合わせて150万で済んでよかったと思いなよ。私が頭からかぶってあげたおかげでこれぐらいで済んだんだから。もしワインがすべて式場の床にぶちまけられていたら150万ごときじゃ足りないでしょうね。そうかもしれないけど、でも150万も大金よ。そんな金額出せるわけないじゃない。どうして？ふみかはいい年して150万も出せないの？それにふみかは私と違って結婚してるんだしさ、旦那さんに半額くらい出してもらえばいいじゃない。独身じゃそんなこともできないし羨ましいよ。バカじゃないの。旦那にこんなバカなこと頼めるわけないじゃない。じゃあ自分で何とかするしかないね。今日中に請求書を送るから支払いよろしく。その後ふみかは旦那さんに頭を下げ、なんとか150万を振り込んでくれました。しかしその代償に旦那さんからは、お前はなんてことをしたんだ、しばらく離れて暮らしてくれと別居を言い渡されてしまったそうです。しかし旦那さんとの別居よりもふみかにとっては大好きなあゆみちゃんからの絶好はかなり応えているらしく、ショックのあまり魂が抜けたような姿になっているとか。ちなみにあゆみちゃんの怒りはまだ収まらないようで、絶対に許さないわ、むしろ依存気味になっていたからいい機会よ、とのことでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。